明けそうなのは大丈夫、希望のせいだ。今週も始まりました、ヤヤの365日消えない灯台。パーソナリティを務めます、励まし系シンガーソングライターヤヤです。この番組は辛いこと、悲しいこと、もちろん嬉しいこともたくさん共有して、たわいもない会話をしながらつながりを感じようという番組です。誰かと話したいとき、365日消えない灯台はいつでもここに灯っています。さて、6月に入りました。梅雨の季節ですね。沖縄では5月の21日くらいから梅雨入りしているかと思うんですけれども、それも平年より10日くらい遅いそうです。関東でも平年より少し遅いね、6月中旬ぐらいから梅雨入りするんじゃないかなというふうに言われています。今日はそんな梅雨にちなみまして、雨だったり傘にまつわる、ね、エピソード一緒にお話ししていきたいなと思います。オープニングはこのあたりで、ヤヤの365日消えない灯台。さて、本日のトークテーマはルーナさんからいただいたものを参考に決めさせていただきました。もうすぐ梅雨の季節ということで、傘についての豆知識や盗難に合わない裏技、好きな柄や雨と傘の思い出などなど教えてくださいということでね、メッセージ募集しておりました。今回もたくさんいただきましたね、ありがとうございます。まずはルーナさんからいただいたメッセージご紹介したいと思います。もう何年も前に飼っていた愛猫がいます。猫ちゃんですね。天国に行った後も大事で大好きな子です。その子によく似た猫の傘を見つけた時は嬉しくて飛び上がりそうになりました。値段も見ずに速攻ゲット。盗難が怖くてあまり外に持ち出せません。ヤヤさんもケイ君に似たグッズとか見ると買ってしまいますか、といただいておりますね。猫ちゃんの傘って可愛いですよね。ちなみに私も今使っている傘が猫ちゃんのシルエットが描かれたこうなんかステンドグラスみたいになってる傘ね、今愛用させていただいてますね。そして自分のこのペットちゃん家族に似た感じの子とかを見つけると、その似た感じのこのグッズですね、見つけるとその買ってしまうという気持ち、いやめちゃくちゃわかります。私もKに似た、Kは白と黒のパイドっていう毛色なんですけれども、それのフレブルちゃんなんですけれども、Kに似た色のフレブルグッズを見つけるとね、やっぱついついそれ手にしちゃいますよ。今家にあるものなんかね、結構こまごましたもの結構いっぱいあるかもしれない。Kに似たフレブルグッズ、お家のゴミ箱とかポーチとか、あとなんだろうな、タオルとかね、タオルとか結構いっぱいあるな。キッチンの拭いたりするタオルもフレブルちゃんだなぜひぜひフレブルちゃん見つけたらプレゼントしてくれたらとっても喜びます。はい、そうこの前お誕生日にKによく似たフレブルのキーホルダーをいただいたんですけど、すごく嬉しかったです。あとお客様からぬいぐるみ、Kっぽいぬいぐるみもらったこともありますね。めちゃくちゃ嬉しかった。今、今日は傘のねお話なんで、傘は見つけたことないんで、フレブルちゃん柄の傘もしあったら教えてください、よろしくお願いいたします。はい、素敵なメッセージもねありがとうございます。ではお次のメッセージ読みたいと思います。ニオさんからいただきました。こんにちは。傘ですか。自分はビニール傘しか買ったことないけど、好きな柄というか番傘は素敵な柄ばかりで、使わないけどいつか欲しいなって思ってます、と。わかります。番傘ってすごくちょっと憧れますよね。いや私 も持ってないし、買ったこともないんだけど、なんか番傘ってなんだろうな、こうちょっと和服っぽいのに似合うイメージがあるので、こう番傘を差して和服を着て、なんか浅草とか京都とかそういう街を歩いてみたいなっていう憧れはずっとありますね。あとはなんか、そういう街にある番傘のお店、素敵な番傘が並んでるようなお店を見つけると、ついついちょっと買うまではいかないかもだけど、ちょっとこう
吸い込まれていくとか、ちょっと見たいなっていう、ついつい見ちゃう気はしますね。いつかこう番傘が似合うような大人の女性になりたいなっていうふうに思いました。素敵なメッセージをね、ありがとうございます。お次は、ヒロワールさんからいただきました。世界一大きな折りたたみ傘というので、アメリカ製で有名ブランドの折りたたみ傘を買って気に入って使っていたら、半年ぐらいで先端から雨漏り、1年でワンタッチ機能が壊れ、完全手動に、手でねワンタッチで開くはずだったのが手動になっちゃったのね、やっぱりメイドインジャパンの素晴らしさを実感した。ちなみに雨男です。バイクも車も納車時はほとんど雨でした、といただきました。いやいや、あの納車時雨って辛いね、いきなりね大切な大切な愛車がちょっと濡れちゃうのはちょっと悲しいですけど、雨女度は私も負けませんからね。大事な洗い物の時大体雨降ってますね、はい、そしてこのアメリカ製の折りたたみ傘、なんか風、強い風とかでちょっとあのなんか逆にバーンってなっちゃったりとかさ壊れちゃうのは仕方ないのかなって思うんだけど、雨漏りはなかなかですね。雨漏りしたことあります？傘、私雨漏りはないかも。絵っていうんだっけ、傘のあそこがこう折れちゃうことは何回か経験しましたけど、雨漏り、元の作りがなんか良くないのかなってちょっと思っちゃいますね。それはね、まあ、メイドインジャパンといえばさっきお話出てきましたけど、やっぱり番傘じゃないですかね。番傘はこの見た目の美しさだけじゃなくて、あの丈夫だろうし、まあその機能性にも優れてる気がするので、番傘じゃない、ヒロワールさんはい、素敵なメッセージをありがとうございます。お次、ビラーゴさんからいただきました。こんばんは。傘の盗難防止ですが、よく相談されます。あ、盗難防止についてね、いただきました。盗む人はその場しのぎで自分が濡れないために勝手に盗んで使い、晴れたり目的地へ着くと邪魔なので捨てていく、そんな身勝手で自己中心的な人がする行為なので、名前が書いてあっても何か目印がつけてあっても盗まれます。そんな私の盗難防止のおすすめは、お店などの傘立てを使わないです。デパートやお店の入り口に濡れた傘を入れる細長いビニール袋が置かれていますよね。あれは100均のお店などで買うことができます。コンビニなどではこのビニール袋を使い、お店の中でも傘を持って入り、お店を出るときにはお店のゴミ箱へ捨てて帰ります。私は持ち歩いているバッグに 2,3 枚入っています。お、すごい準備がいいですね。100均のお店などでは結構な枚数で売っているので、みんなでシェアすることもできます。値段の高い傘やお気に入りだったら盗まれたくないですよね。おすすめです、といただきました。ごもっともごもっともです。私もあのコンビニの傘立てに入れて、このコンビニのさ、買い物なんて本当 2,3 分とかじゃないですか。あっという間なのになくなる盗まれたこと何回かあるので、これ大事ですね。特にコンビニに盗まれること多いんじゃないかな、まあ、お店とかもそうなんだけど、傘立てに入れない、まあ、使い捨ての袋じゃなくても、最近だとなんていうのかな、傘ホルダーみたいな、まあ、濡れたままの傘を、まあ、入れておける傘ケースみたいなのもね、売ってるの見たことがあるので、まあ、そういうものを持ち歩いて、傘立てを使わずどこに行くにも自分肌身離さず持っていくっていうことだよね。もうごもっとも、それが大切な傘だったら、まあ、盗まれない一番の盗難対策かなと思いました。はい、ありがとうございます。素敵なメッセージです。お次はさっささんから、いただきました。先日話題になっているテム、ネット通販会社で新しい傘を買いました。今まで使っていた傘よりも畳んだ時の太さが太いのですが、骨の数も多く、日傘もう兼用だったので、梅雨の時期を過ぎた後でも使えそうです、と。やっぱ新しい傘を買うとね、なんだかこう、こう気持ちが新しくなったような感じがしてね、いいですよね。私も最近ね、晴雨兼用っていうのかな、これね、日傘としても使えて雨の日も使えるやつね、の折りたたみ傘をね、めちゃくちゃ可愛いのをネットで買ったんですよ。
ある方がこのお花柄の裏側にお花柄がねあのついててめちゃくちゃ可愛いんですけどいいねって言ってくださったのを覚えてます。この傘めっちゃ可愛いんですけどネットで買ったので重さとかをちゃんと見てなくて結構重くてあなんか日傘とかとしても使うなら常にバッグとか入れておきたいじゃないですか。だからちょっと重かったな、もうちょっとなんか軽くて実用性あるものにすればよかったんだってちょっとだけ後悔してます。まあでも可愛いっていうのはやっぱ一番大事なんでねおしゃれ大事なんでね、うん、使いたいなと思いますけどね。佐藤さんもう一ついただいてますね。盗難に合わない裏技について。うちの母の話は100均のビニール傘のところにマジックで頭文字さって大きく書いてありますこれ苗字の差ですね。さって大きく書いてあります。さすがに恥ずかしいのでオイラは何も書かれていないビニール傘を傘立てから選んで持ち出しますといただいておりますね。まあさっきビラゴさん言ってましたけど名前を書いてあったとしても、まあ、頭文字ぐらいだったら持ってく人は持ってきますから、もうフルネームでもうあの開いたところビニールのところにもでっかくさって書くぐらい、もう刺す人が恥ずかしいぐらい書かないともう意味ないんじゃないのかなとも思うんだけど、それじゃ自分が恥ずかしいですからね、元もこうもないかなとは思うんですが、うん、まあ例えばじゃ絵のところにちっちゃく書いてあっても、まあ、人間の心理として何も書いてないものとちっちゃくさって書いてあるものどっちを選ぶかって言ったら何も書いてない方を選ぶような気もするから、まあ、多少の効果はあるのかなというふうには思います。はい、メッセージありがとうございます。次、ゆうさんからいただきましたね。ありがとうございます。職場の上司が何度も傘を紛失しています。この前はすぐなくなるからと100均の傘を買い、なくならないようにエアタグをつけてましたが邪魔になり、エアタグは社員に売りつけていました100均の傘にエアタグで社員みんなで大爆笑ということで、ね、笑いっていただいてますね。エアタグの方が高いじゃんね、傘より傘100均なのにエアタグもうちょっとするよね。次に、なくなっても気づいてもらえるようにテプラで名前シールを作り傘に貼っていましたが、傘に傘というシールを貼っていたので社員みんなで大爆笑、わかるよっつって、それが傘だってことみんなわかるね結局上司はなくし続けて、先週も買った傘に名前シールを貼ってました。確認したら今度はちゃんと自分の名前シールでしたといただいております。面白い、傘って書いたら意味ないじゃんね。しかもシールなんて取れるじゃん、剥がせるじゃん盗む人はパパって剥がしちゃうような気がするから、うーん、どうなんだ、それ意味あるのかな、ほんとね。てか100均の傘だからなくすんじゃないかなっていうのも一例あると思うんですよ。1万円ぐらいのさ、ちょっと高級傘だったらやっぱりこのなくしたくないっていう気持ちが生まれるから、もうちょっと大事にするんじゃないかなって。私もね、結構なくすのが怖くて結構なくしてたんで、昔はビニ傘ばっかり使ってたんですけど、ちょっとまあ1枚の傘とは言わないんですけれども、まあ 3,4 千ぐらいのとか、少しだけ100均じゃなくてビニール傘じゃなくて少しだけちょっとお金をかけて買った傘だと、なんかやっぱなくしたくないっていう気持ちが生まれるから、すごく大事にするの。それからだいぶなくす回数は減った気がしますね。うん、なので少しまあ自分的には高級かなって思える傘を使うっていうのが私は結構効果的なんじゃないかなっていうふうに思ってます。お次は、ね、いっぱいもらってるね今回ね、たくさんありがとうございます。 B マウスさんからいただきました。こんばんは。傘の盗難防止ですが、何かの記事で読んだんですが、〇〇警察署〇〇課とテプラで印刷して絵の部分に貼ったら盗まれなくなったとのこと。うーん、確かに効果はありそうだけど、普段からそれを持ち歩くのかなとの疑問が残りましたといただいております。めちゃくちゃ効果ありそうですねそれねありそうですけど、やっぱその傘に、自分の使ってる傘に何々警察署って書いたわけでしょ。なんか使ってる自分がその警察署から盗んだみたいななんかずっと私盗んだのかなみたいな気持ちで使わなくちゃいけない気がするので、ちょっとだけね自分の気持ちを保つのが大変な気がしますけどね。はい、素敵なメッセージを、てかこれまあ確かに効果的ではあると思います、盗まれないようにするのにね。はい、ありがとうございます。
あともう一個読みたいんだけどちょっと時間がなくなりそうなのでおまけに読もうかな。ここで、楽曲紹介をねしたいなと思います。私ジャヤの楽曲でサビのところに雨というねワードが入ってくる曲を今日はご紹介したいと思います。理由聞いてください。ヤヤで理由聞いていただきました。今日は梅雨入りにちなんで雨や傘についてのお話してきましたが、まだまだ話したいことねたくさんあるのでおまけの方でもね続き一緒にお話できればと思います。さあそして 先週かなの放送、私のお誕生日放送だったと思うんですけれども、もう一通ねお誕生日メッセージ来てたのでご紹介させていただきたいと思います。ペンネーム東京トンケさんからいただきました。やや様お誕生日おめでとうございます。こにゃにゃちはハッピーバースデイトゥーユー。ドーナツを食べる姫のチェキ大切にしています。ありがとうございます。今年の抱負は素敵な年になりますようにといただきました。ありがとうございます。まあ、先日ね、ややの子オフ会を兼ねた、私ジャイアのねバースデーライブさせていただきました。もうその時もさもう本当にややの子さんの愛をたくさんたくさん感じました。もう準備が素晴らしいの。もうあのライブやってる時もさ後ろにハッピーバースデーって書いてあったり、風船がね可愛い風船がねステージに置いてあったりとか、ライブ後もねこんなもうごめんねラジオだと伝わらないかもしれないけどすっごく大きなね箱を用意してくれて、その箱を開けたらそこからまた可愛い風船がわーって出てきて、しかも私緑がねラッキーテーマカラーなんですけど、あの緑色の風船たくさん出てきてハッピーバースデーやいやーってもう書いてあってさ、めちゃくちゃテンション上がりました。もうケーキも超可愛いし、やいやだからさ88ね、やいやの88がついたケーキとかさ、もうサックス吹いてくれたりとかさ、素敵な青いバラの花束とか、もうあの愛のこもったプレゼントもたくさんいただきました。本当に素敵な誕生日になりました。もうこの場を借りてもう一度お礼を出してください。ヤヤの子さん、そしてねたくさん応援してくださる皆様方、まあ、この前のねオフ会ライブ&オフ会の時はねあの会場の皆さんにもたくさんねあの力をいただきました。本当に感謝しております。ありがとうございます。そして年を重ねてまたね、この今年も、たくさんたくさんあの皆さんにいい歌を届けられるように精一杯心を込めて頑張っていきたいなと思いますので、応援してやってください。よろしくお願いいたします。ということでこのままエンディングに参りたいと思います。第57回目の放送となりました。ヤヤの365日消えない灯台、いかがでしたでしょうか。この番組では皆さんよりメッセージを募集しております。 X にてハッシュタグ365灯台、365は数字、灯台は漢字ですをつけてつぶやいてください。長文でお送りしたい方メールでも受け付けております。数字で365、ローマ字で TODAI 365灯台@gmail.com、 こちらまでお願いいたします。ここはあなたが話したいことを話す場所、言いたいことを吐き出す場所にしたっていい。喜びを分かっちゃう場所にも、寂しさを紛らわす場所にも、今日あった楽しい出来事、イラッとしたこと、悲しかったこと、何でも教えてください。365日消えない灯台はいつでもここに灯っています。そしてね、FM 那覇放送の今日6月1日ということは明日6月2日は、私ややのワンマンライブの日でございます。パチ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 、もうねもしかしたらあの来場チケットは売り切れているかもしれないんですけれども、配信がございます。これ注意なんですけれども、配信は確か今日まで、あのごめん6月1日までしかね、前日までしかね買えないので、来場するつもりの方でも、来場した後にもう一回映像で見たいよって方で、結構買ってくださる方いらっしゃるんですけど、後からもう、配信チケットごめんね買えないので早めに配信チケットゲットしておいていただけたら嬉しいなと思います。ヤヤの音ピースオブバイ第2夜と題しまして、6月2日日曜日グレープス北参道にてオープン18時半から、スタートは19時からとなっておりますのでね、ぜひぜひ、配信の方でもご覧いただけたら嬉しいです。生でも見れるしアーカイブ1週間残りますからね、ぜひご覧ください。
それではヤヤのメジャーデビューシングルギフトを聴きながらお別れ。今日もあなたとお話ができてとっても良かったです。お相手はヤヤでした。最後までありがとうございました。バイバーイ。さあ、ここからは YouTube をご覧の皆様だけが見れるおまけコーナーです。パチパチパチ。はい、今日はね、梅雨の時期ということで、そこにちなんで雨だったり傘だったりのねエピソードいろいろお話しさせていただきました。皆さんからのメッセージねたくさん来ちゃったので、ありがたいことにね、紹介しきれなかったメッセージをここで読みたいなと思います。今回のテーマもくださったルーナさんのメッセージもう一ついただいておりましたね。エアさん、こんにちは。今日のテーマは傘について、また梅雨での傘の思い出などですね。雨の中買い物を終えて出口に行くと傘がない、盗まれていることがありますね。傘の盗難防止で聞いた対策がこれ面白いのよ、ティッシュを丸めて自分の傘に置いておくです鼻を噛んだようなクシュクシュにしたティッシュ、わざと少し雨で濡らしておくとさらによし。店の傘立てに自分の傘を入れたら用意したティッシュを見えるようにふわりと置く。これをしてから盗まれることは減ったと聞きました。綺麗な傘、高そうな傘ほど盗まれることが増えるみたいです。まあそりゃそうかもしれないけれどもすごい裏技ねこれね、石川五右衛門さんの言葉ですね。浜の政子は尽きるとも、世に盗人の種は尽きまじとこれですねと、お気に入りの傘守りたいと思います。この石川五右衛門の言葉、海辺にね無数ある砂がなくなったとしても、この世の中に泥棒がいなくなることはないだろうというね意味らしいんですけれども、泥棒はまあこの世が続く限りねずっといるのかもしれないからね、自分で自分の大切なものは守るしかないということでね、はい、まあティッシュを置く、まあ確かに人間の心理として、なんかね鼻かんだかもしれないティッシュが置いてある、傘盗まないね、じゃあこれが正解かもしれない傘を盗まれないための正解を教えてくれたかもしれない。皆さんぜひねこれ実行してみてください素敵なメッセージをありがとうございます。私自身の傘の思い出といえばですね、私まあ皆さんご存知の通りちっちゃいじゃないですか。身長は146センチしかないんですけれども、まあ、だからこそ、体重もねそんなに重くはないんです。なので嵐の日に結構なんかこう何も周りに何もないんだけど、階段がすごいなんかこう高いところから、階段降りてたんですよ嵐の日に。で最初は階段降りてる途中までは雨降ってなかったんで、風がめっちゃ強かった。途中から雨が降ってきて、結構高い階段だった、段数がたくさんある階段だったからね、途中ぐらいで雨がちらちら降ってきて、あやばい傘ささなきゃって思ったんですよ途中で。そうで風のすごい強い中傘をさしたら、さした瞬間に5センチぐらいふわんって5センチわかんない、何センチかわかんないけど、ふわんって浮きましたねめっちゃ怖かったそれずっと覚えてるんですけど、傘の思い出って言われるとそれがすごい出てくる。傘を差した瞬間に私浮いたっていうね、人間って空飛べるんだなってちょっとですよ、ちょっとだけど一生空飛べるんだなっていう風にね思いましたどんな話そんなことをね思い出しました。はい、そしてもう一個、傘についてなんか面白いのないかなと思ってね、傘にまつわる心理テストを調べてみたんですよ。X の方で、4つ選択肢があって選んでもらったと思うんですけれども、みんなやってくれましたかね。結構な方がね、メッセージだとなかなかちょっと敷居が高いなって思ってくださってる方も、この選択するだけ、4択から1個選択するだけなら軽い気持ちでポンと押せるのかな。結構たくさんの方が今回ねやってくれてとても嬉しかったです。傘の心理テストでしたね。こちらは4つ傘がありましたね。この4つの傘の中であなたが一番心惹かれるものを選んでくださいということで、色の違う傘、A は黄色い傘、 B は緑色の傘、C は赤色の傘、
D は青色の傘ということで、心惹かれるもの選んでねって言っておりましたね。ダントツで青色の傘が多かったですね。12人いました。青色の傘がダントツ でその半分ぐらいの人数で緑色と赤色がいて、黄色を選んだ方は2人しかいなかったっていうね。またちょっとね、傘ってなると確かに黄色はなんとなく小学校とかでさ、交通安全の傘とか黄色じゃなかった、なんかちょっとそのイメージがあるから選びにくかったのかなみたいなのもちょっと感じましたけど、私もちなみにこの一番多数派だった青色を選びました。皆さん、この X を見てない方、そして今 YouTube 見てくれてる方、選んで。なんだっけ、黄色か、緑か、赤か、青。あなたが一番心惹かれる傘はどれですか？決めた？さあ、この心理テストで分かることは何かというと、あなたが恋人に求めるものが分かるそうです。深層心理において、傘はあなたの男性に対する理想や憧れと密接であり、異性に対する期待感を意味するものと言われています。あ、ごめん、男性って言っちゃったけど、男性からしたら女性だね。はい、異性に対する期待感を意味するものと言われています。そして傘のカラーはあなたが恋をする上で重要視する相手の性格と深い関わりがあるとされています。そのため、どのような色の傘を選ぶかによってあなたが恋人に求めるものがわかるそうです。さあ、じゃあ答えを読んでいこうかな。まずは A、 一番少なかった、黄色い傘を選んだあなた、異性に何を求めるか。常にドキドキさせてくれる人。あなたが理想とする異性は明るくて何事に対しても好奇心旺盛な性格の持ち主でしょう。自分の知らないことや知らない世界に対して思いを馳せるロマンチストな相手なら一緒にいて飽きることがなさそう。ただどちらも負けず嫌いな一面を持つようなので、仕事や勉強ではライバルのような関係になりがちかもしれません。とはいえ、最終的にはお互いに意見を出し合って衝突しながらも目的に進んでいくことができる二人になりそうです。そんな常に発見と刺激がある関係にあなたも満たされるはずと、とのことです。どう？黄色い傘を選んだあなた、合ってる？常にドキドキさせてくれる人が好きみたいだよ。次、 B の緑色の傘を選んだあなた、ちょっとこれも私悩みました。青か緑か、まあ緑もね、私のカラーなんでね、悩んだけど、今回は青にしちゃいましたけど、緑色も好きです。なのでちょっとだけこの良さもあるのかもしれない、知れない。緑色の傘を選んだあなた、異性に何を求めるか。甘えさせてくれる人。あなたが理想とする異性は包容力がある誠実な性格の人でしょう。特に弱者への思いやりが深く、気の毒な人や困っている人を放っておけない人情味のあるタイプに心を奪われるようです。そんなおおらかで年上気質の相手と細やかで気配り上手な一面を持つあなたはお互いを支え合える関係になれそう。またあなたは相手に対して甘えることが多くなるかもしれません。そして相手もそんなあなたを守ってあげようと思ってくれそうだそうですよ。緑色の傘を選んだあなた、合ってましたか？ちょっと甘えたいなぁなんてところがあるのかな、私はあるのかなどうかな、あるようなないような、でも包容力がある男性はもちろん好きです。お次、 C、 赤色の傘を選んだあなた、異性に求めるものは、一緒にいると成長できること、一緒にいると成長できる人が好きみたいですよ。あなたが理想とする異性は真面目で責任感の強い人でしょう。そんな相手の内に秘めた野心に触れることであなたはドキドキし向上心をくすぐられるようです。普段は人と少し距離を置きがちな相手にとっても優しく話を聞いてくれるあなたは大切な存在となり、次第に心を開いてくれそう。無駄な喧嘩をすることもなく、お互いのことを理解しようとする大人の付き合いができるカップルになりそうとのことです。どう？赤色を選んだあなた。そして最後、 D の青色の傘を選んだあなた、一番多かったですね、私も選びました。こちらは
一緒にいて落ち着く人を好むそうです。あなたが理想とする異性は素朴な性格でどんなことでも動じない落ち着きがあるタイプでしょう。うん、どんなことでも動じない人好き。あの合ってんのかな、そんな相手の粘り強く物事にじっくり取り組み、地道なことを毎日コツコツと続ける姿にキュンとしそうします。あ、合ってるかも、はい、そして集団の中ではいつも気を使っているあなたも、相手の前では自然とリラックスできるはず。誠実な者同士なので一度信頼関係が築かれるとそうそう揺らぐことはないでしょう。ただ恋が発展するまでには少し時間がかかる場合もあるかもと。いただくじゃない、サイトにも書いてありますそうですよ。終わりにってことでこれも読んじゃおうかな。自分が恋人に何を求めるのかを理解しておくことで理想の相手とつながりやすくなるかもしれません。でもあまりに高すぎる理想は異性との接点を遠ざけてしまうこともあるそうですね。理想の中でも絶対に譲れないものとそうでないものというように優先順位をつけておくこと必要かもしれませんね、というふうにね書いてあります。こちらちょっとねアンアンの心理テストを参考にねさせていただきました。どうだった？傘に関する心理テスト楽しかったね。なんかいい、よくない？この心理テストゲームあの X でさ、こう4択とかにすればもう簡単に選べるからね、またこの心理テストやっていきたいなと思います。その時のテーマにちなんだやつをね、良さそうなのがあったら探してね X でもね募集しようかなと思うので楽しみにしていてください。ということで長めのおまけになっちゃいましたが最後までありがとうございました。また来週お話できるの楽しみにしています。バイバイ、おやすみなさい。